イーゴリ・ゴレウィチ・コスチェンコは、ウクライナのジャーナリスト、学生運動家で、ユーロマイダン抗議行動で殺害されたウィキペディアン。テルノーピリシューブチャチチクのズブレツ生まれ。両親は、サンクトペテルブルクで働いていたことから祖父母によって、育てられる。子供時代、ウクライナ東方カトリック教会系のセインとヨザファット、ブーッキに通う。姉ないし、妹にインナがいる。 イーゴリー・ゴレビチは2013年に学士の学位を取得し、リビウ大学の修士課程に進んだ。彼の論文は、ブキャッチにおける観光産業の発展に関するものであった。彼はまたスポーツ情報誌のオンライン版である、スポートナリティカで、ジャーナリストとして働いた。彼はまた、ウクライナ5番ウィキペディアに、IG2000 の名前で定常的に投稿しており、航空、 経済、フットボールなどに関する280以上の項目を作成していた。イーゴリ・イゴレビチによるソビエトの駆逐艦ネザマズニックに関する項目は良質な記事に選出されている。2015年2月20日、ユーロマイラン犠牲者追悼式典で掲げられたイーゴリ・イゴレビチのウクライナ5番、ウィキペディアの記事のスケッチ。赤字の文は誰も忘れていない。しかしどうして 誰も罰せられないのかと書かれている。イーゴリ・イゴリビチは2014年2月18日に、ウクライナ政府が欧州連合加入を拒否した、直後の親西欧派によるユーロマイダンでの抗議行動に参加すべく、キエフへと向かった。彼は、リビウから友人と共に抗議者を守るバリケードを作りに行った。警官とデモ隊との衝突が19日の夜遅くに、悪化し、 スナイパー部隊が抗議者を射殺し始めた。2月20日、イーゴリゴリビチの遺体が路上で発見された。彼は頭と心臓を銃で撃ち抜かれており、彼の足は複数箇所が骨折していた。彼の死の後、友人のユーリムーリンが彼との最後のやりとりを次のように10回している。彼は昨日電話をかけてきていたが、自分は取らなかった。 次の日になってかけ直したが、返事はなかった。私には理解ができなかった。そして、ラシャフスコハフでの最初の暴動の間、彼は、彼のガールフレンドの電話番号を送ってきて、こう言った。自分に何かあったら、彼女に愛していたと答えてくれ。冗談かと思ったが、暴動がまた始まった時に彼は、約束を忘れていないよなど言ってきた。2月22日。 何百人もの人々が壮列をなして、彼の遺体がキエフからリビウへと運ばれた。テルノーピリでは500人以上の弔問客が、ヨトギのろうそくを立てた。ユーロマイダンでのイーゴリーゴリビチと、他の6人の犠牲者は23日にリビウの生信珠、誕生大聖堂に埋葬された。2014年11月21日、他のユーロマイダン犠牲者と共に、 ウクライナの民間人最高位の勲章である、ウクライナ英雄勲章が追贈された。イーゴリ・ゴリビチは2014年のウィキピーディアンオブザイヤーに選ばれた。ジミー・ウェールズによってウィキマニア2014開催中に発表され、妹のインナがキエフでウェールズから受け取った。ウクライナ科学教育省が発行する雑誌は、彼をスチューデント・オブ・ザ・イヤーに選出した。 リビュー大学の行動は、イーゴリ・コスチェンコ記念行動に名称を変更した。ありがとうございます。